はい、黒島です。新年明けましておめでとうございます。本日は珍しい場所なんですけれども、ちょっとロングで撮ってるんで分かりにくいんですけど、目の前に白い山が見えますね。雪でね、あれは伊吹山です。ということで本日は、スノーハイクというわけではないんですけれども、バンド使うよ。ファミリーで使った時以来使ってないんですね。かわいそうなんで、山しか行ってないんで、さすがにこれ山持っていくのは重たいのと、いや唐沢でこれ使ってる人見た時にはすげえなと思いましたよ。唐沢の5月ですよ。まだ雪がこう使ってるんですよ、これを。まあそれを見たとき、まあ多分唐沢に行くのはそんなになんていうかな、苦じゃない人なのか、まあ急場で用意されてこれを選ばれたのかですね。十分対応はできるんだなという。を見せてもらった感じです。バンドックのこのソロドーム1、去年買ったんで今のモデルはどうか知らないですけど、組み立て方がこう袋にこう必要で、補修用のパイプが必要です。組み立ては簡単、まずボールを全部組み上げて、まあ、この辺りは多分動画で省略します。省略。はい。まあブログでソロキャンプ動画の撮り方とかっていう検索で来られてる方がいて。そんなの知るかよって感じですよね。勝手に撮りゃいいじゃん。いただきます。勝手に撮れよって感じ。そういうなんか場所が決まったらね、一回場所の確保だけだね。何食べようが何飲もうがね、そんな勝手でしょ。どのテンポ立てようがね、残ってねえからね。まずインナーを、はい、打ち直しなんでね、毛が汚れていますよ。一応張り綱できるんだったらやっておった方がいいですね。2回もすれば天候は変わりますから、天気に対する対策もやっぱ必要ですね。
これ燃えるんかな。炭に燃え移ってくれればいいかなというか。